ここはもう結果は結果です。サッカーというのは本当に何が起こるか分かりません。そういうことですか。前FCの選手たちは本当に一生懸命戦ってくれました。生中継をご覧の皆様にはいい結果をお届けできませんでしたが、選手たちがカメラの前に来てくれます。結果は残念な結果に終わりましたが、フルに力を発揮して戦ってくれた前FCの選手たちに大きな拍手を送りましょう。さあ、全国の皆様に前FCの選手たちからご挨拶です。天皇杯出場権代表への夢は絶たれてしまいましたが、これでしばらくインターバルを置いて県リーグの方に頭を気持ちを切り替えていくことになります。我々の次の目標は県リーグ無敗優勝。現在のリーグの最低はいろいろありますが、無敗優勝という結果で1年間終わりたいと思います。無敗で勝ち上がり、県協会の裁定を待つという次の目標に向かって藤枝前 FC は再び動き出します。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。